モラスコ麦は、徳島県安間郡牟岐町にある貝類に関する資料館及び水族館である。四国88景選定。展示棟と管理棟とからなり、展示棟では貝類の標本や地元の漁師が捕らえた魚介類が展示されている。1985年より始まった国の木材、需要拡大推進緊急対策事業の一環として、翌1986年に実施されたモデル木造施設事業の中で建設され、翌1987年には国の指定を受けた。モラスコは貝類等の総称である軟体動物の意。軟体動物は英語でマラスク、イタリア語でマラスコ、スペイン語やポルトガル語でマラスコ、軟体動物門として学名マラスカ。公式サイトの URL にはマラスコが使われており、綴りとしてはイタリア語に一致する。モラスコの読みは英語発音に近い。モラスコ麦の本展示である貝類を一堂に展示したコーナー。世界の珍しい貝類が展示されており、貝や化石の標本が展示されている。地元の海や川に生息している生物100種を展示している水族館。生物のほとんどが地元の漁師が捕らえたものである。和歌山県すさみ町、住江のすさみ海立エビとカニの水族館と姉妹間契約をしている。ありがとうございます。